おはようございます。今日は何もない私の一日を紹介したいと思います。朝起きるのはまちまちなんですけど、この日は8時ぐらいに起きてしまって、2時間ぐらいずっと携帯を触りますね。朝顔を洗ったらティッシュで顔を拭いて、最近は夏になってから家にいても日焼け止めを塗るのがいいと聞いて日焼け止めを塗るようにしています。私ずっと63とか64だったんですけど、最近バランスのいい食事をしてるから体重測ってみたら 62.5 でした。イエーイ、このまま痩せるといいな。なんか朝さ、空腹の状態で運動とかするといいって言うじゃん。だから私の部屋がこんなに散らかってたので、朝起きて空腹の状態で最近はこうやって運動をしたり片付けたり、今日は洋服を全部片付けてみました。そしてなんということでしょう。こんなあんないっぱい洋服があったのに全て綺麗に片付けました。ダララ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 。そして最近はね、すごいセーブして食事を頑張ってたので、今日はもう好きなだけ食べたいと思います。本当はこんな食事朝一発目にね UFO とか食べたらもう血糖値が爆上がりしてダメなんですけど、今日はもうチートデイにしたいと思います。いつもはね頑張ってますよ。フルーツとヨーグルトだけとか食べたりで、間食もしないようにね頑張ってますよ。ご飯と味噌汁とか、今日はいいじゃないですか。もう本当にこれ美味しすぎた。5口ぐらいで食べれたんじゃないかなっていうぐらいで、ちょうど細かすぎて伝わらないものもね、昨日見てめっちゃ面白かったんで TVer でもう一回見直してます。マジで面白い。でこの絆創膏のやつはさっきお部屋片付けてる時に棚でガーってやって血がちょっと出ちゃって、もう最悪私の綺麗な体が。今日はチートデーということで UFO じゃ足りません、UFO でお腹いっぱいっちゃお腹いっぱいなんですけど、昨日の残り物もあったので昨日の残り物もすべて食べます。そして我が家にはお菓子ボックスがあって、昨日すごいため買いしちゃって買いだめしちゃって、もうお菓子が大量にあるんですね。今日はチートデイなので食べます。もうお腹いっぱいになって、いつもこうやって寝ながら1時間ぐらい TVer を鑑賞してからやることをやるっていうのが多いですね。食べた後にすぐ寝たらやっぱダメなんですかね。皆さんなんか豚になるとか牛になるとか言うじゃないですか。どうなんでしょう。Netflix のザ・グローリーを見終わって、あれめっちゃ面白いね。めっちゃ面白かった。で今は韓国人のスキピからおすすめされた私たちの学校は今っていうのを見始めました。ゾンビ映画、なんかリアル鬼ごっこに似てない？あれリアル鬼ごっこ。こうやって見ると恐ろしいですね。食べてる時自分は全然なんかそんな罪悪感ないんですけど、食べてるところの自分を編集してみると自分こんな食べてるんだって
うわこれが体に蓄積してって、そりゃ太るよな、そりゃ痩せないよなっていうのがガリガリ君も食べ始めましたね。なんかしょっぱいの甘いの、しょっぱいの甘いのって永遠に続いちゃって終わりがない。まあ結局はアイスで終わりたいんですけどって言って、お腹いっぱいになったら私は歌いたいという癖があって、お腹いっぱいになったらなんか歌いたくなりませんか？そして歌って、またネットフリックス見て、また携帯見てゴロゴロしてって言って、4時半ぐらいになったら夕食の準備を始めます。キッチンで作業するときはすごい暑いので保冷剤を脇に挟みながら作業しています。はい、これが私のいつもの日常ですね。私が用事がない日はもう3年間ぐらいずっと夜ご飯を作っているので、もう貫禄が中華料理のおじさんみたいな貫禄ですよね。すごい。はい、これが今日の夜ご飯です。美味しそう。まあほぼお母さんが作っている日もあるんですけど、私は炒めるだけっていう感じなんですけど、夜ご飯はゆっくりよく噛んで食べるのがいいって言うんですけどね。やっぱ小さい頃からすごい食いしん坊で、お父さんもすっごい食べるので、うちはワンプレート制じゃないので、なんか食べられないように、他の人に食べられないように自分が早く食べるっていうのがもう癖がついちゃって、もうすごいで、家計みんな早食いだし、とお腹空いてるのもあるし、すごい早く食べちゃいますね。あとお父さんと一緒に食べるのが気まずいっていうのもありますね。ゆっくり食べなきゃいけませんね。6時半から7時ぐらいの間はお父さんお母さんが最近ウォーキングに行ってるので、その間私は洗い物をしてお風呂を入れてっていう役割ですね。もうめんどくさいけど仕方ない。ノリノリで歌って食器を洗います。オーマイガー、お母さんの友達がケーキを持ってきてくれたので、これを半分こして食べます。丸ごと桃のケーキ。もうさ、最近のケーキってさ、もうケーキじゃなくてもうほぼ果物を買ってるようなもんだよね。もうほぼ果物を食べてるみたいな、わかる？私の言ってる意味、 You know?そしてもうすぐお父さんの誕生日だったので、お母さんがバスクチーズケーキを作って、桃のケーキがあまりにもさっぱりしすぎたので、チーズケーキも食えるんじゃねということで食べちゃいました。もう本当に今日はやばいね、食欲っていうか食べた量が。カロリーに換算するといくらでしょうか。でも美味しくいただきます。今日やばい、食べ過ぎた。もうお腹いっぱい、見て、もう妊婦さんじゃんお腹痩せないとやばいな、筋トレかな。で、お風呂から上がりました。絶対足はマッサージして、1時間ぐらいテレビを見ながら全身にとりあえず塗ってパックしてっていう感じですね。で、髪の毛乾かして、あ、ストレッチも絶対します。最近二の腕のストレッチっていうかもやってます。髪を乾かしながら。そしてもう9時10時ぐらいになったら、今日は火曜日なので火曜は全力を見て、花大と千鳥のやつ
見て、その後もう携帯を触って、その花大さんと千鳥を見た後はもうテレビを消して、本当はね寝る30分前は携帯は触っちゃいけないってなってると思うんですけど、眠くなるまでなんか TikTok 見たりとか YouTube のコメント見たりとか、なんかいろんな人とチャットしたりとか、眠くなるまで携帯を触って寝ます。最近はなんかもうこれこれさんの配信を聞かないと寝れないっていう感じだったんですけど、最近は携帯何も聞かなくても寝れるようになりました。だから2時間ぐらい11時からずっと携帯を触って12時1時とかに寝ますね。それでは皆さん、今日は私の一日はどうだったでしょうか。おやすみなさーい。寝まーす。これから携帯を2時間ぐらい触って寝まーす。バイバーイ。